Bonjour, こんにちは。今日は外でレッスンをしたいと思います。今日は connaître と savoir の動詞の活用の区別を紹介したいと思います。文法の区別ですね、意味というよりも。ですので、少し文法を紹介しないといけない。まず、je connais cette chanson。この歌を知っています。chanson は名詞。その時は絶対 connaître。connaître を使っています。Je connais cette chanson. 次のものは Je sais. Je sais chanter cette chanson. この歌を歌うことができます。chanter は動詞。動詞は Je sais. 最後のものですね。Je sais qui chante cette chanson. この歌を歌っている人は知っています。Qui chante cette chanson は文章となります。いいですね。それではテストをしましょう。テストを僕のウェブページにつけましたので、下のリンクをクリックしたら採点することができます。今日は外でレッスンしましたけれども、どうですかね。これから寒くない時は少し外でレッスンをしようかなと思って、音は完璧ではないかもしれないけれども、なんか楽しいかなと思います。それでは、au revoir!